始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは、無効および取り消しのお話をしていくことにいたします。これも今まで出てきてるんですけれども、比較的ちょっとこんがらがっちゃうことが多いので注意するようにしておいてください。今まで見てきたモデル、例えば売買契約で、権利義務が発生するという場合ですと、売りましょう買いましょうというこの一緒の勝ちですね。これによって、法律要件である契約が成立すると。そうすると契約の効果として、代金支払い請求権と財産権移転請求権が出てくると。このように法律行為の効力、法律効果が発生することを有効という言い方をするわけですね。で、私的自治の原則、あるいは契約自由の原則で、意思表示通りの効果が発生するのが原則であると。つまり法律行為した場合には有効になるのが原則です。ところが一定の場合には効力が発生しないということがあるわけですね。これのことを、無効という言い方をいたします。で、だから無効だった場合には、契約した場合でも、その効力が発生しない、つまり権利義務の発生変動消滅ということが起こらないと、こういう効果になってくるわけです。じゃあ、これ前回やりました代理のとことの関係なんですけれども、この無効の行為追認した場合どうなるのかということが少し問題になってきて、119条ご覧ください。まず本文が原則になります。無効の行為は追認によってもその効力を生じないと、こういうことです。で、ところがと、ただし当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは新たな行為をしたものとみなすということですから、追認で、無効であることを分かったまました場合には新たな行為であると、こういう評価をするわけですね。はい。で、これが無効でございます。これはそんな難しくないわけですね。ちょっと複雑になってきますのは取り消しでございます。中でも取り消しの訴求項と呼ばれる問題です。はい。で、見てみましょう。まず取り消しというのは、ある一定の法律要件が揃えばその取り消し権という権利が発生するんだということは、これわかるでしょうか。例えば民法の95条見てみますか、の1個柱文です。意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤は法律行為の目的及び取引所の社会通念に照らした重要なものであることは取り消すことができるという書き方をしますが、これは法的な説明でいうと取り消し権が発生すると。つまり95条1項柱文はこれは取り消し権の発生原因を定めた規定であると、こういうことがわかるわけです。同じく例えば96条の1項なんかもそうですね。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができると、このように規定しております。これも取り消し権の発生原因なんです。したがって意思表示を取り消すなんていうことは、これは勝手にできません。申し込みの拘束力だとか、あるいは契約の拘束力といったものはそういうことなんです。ところが一定の場合にはその意思表示を、取り消すことができる権利、これは、取り消し権者の一方的な意思表示で意思表示を取り消せるので、権利の財産法上の権利の中でも形成権と呼ばれるものに分類されます。で、形成権と書いてますね。はい。で、ちょっとじゃあ考えてみましょうか。まず売買契約したと、この時点では有効なんですね。効力発生してるんです。で、この時に取り消し権というのが発生してましたと、また別の条文で取り消し権が発生してたと。そうすると取り消し権を持っている人がその取り消し権を行使すれば、これ無効になるわけです。取り消し権を行使しなければそのまま有効なままだと、これが取り消しの意思効果でございます。はい。ということで、ちょっと条文、周りの条文確認しておきましょうか。いくつか確認する必要がありますね。例えばまず取り消し権者ですね。誰が取り消しできるかというと、120条の1項2項で、1項が行為能力の制限による取り消しです。2項が、意思の献血と、や瑕疵ある意思表示と書いてますね。まず120条、行為能力の1項です。行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者、括弧飛ばして、またはその代理人、証券にもしくは同意をすることができるものに限り取り消すことができると。このように規定していて、で、2項、詐欺、または脅迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をしたもの、またはその代理人、もしくは証券人に限り取り消すことができると、このように規定しております。つまり、これあれですね、詐欺や錯誤や、詐欺または脅迫、
というのが、これはカシアル一生寺という用語を使っているということがわかります。で、この取り消し権者の範囲というのが120条にあるわけですね。重要になってくるのは次の121条と121条の2でございます。まず、121条です。取り消された行為は初めから無効であったものとみなすというふうに規定しています。みなすというのは本来はそうじゃないけども法律ではそのように取り扱いましょうと、こういうことですね。したがって本来であれば取り消された行為っていつから無効になるんですか。私表示という法律行為における一生時で一生時した時から効力発生するんですね。この原則から言うと意思表示をした時から無効であったというようになるわけだけども、これが意思効果です。ところが法律が一定の政策目的を達成するために、ある条文に特別な効果を与えるということがありますね。これ法定効果と言います。つまり121条の法定効果として取り消された行為は初めから無効であったものとみなすという形で、まあ、初めというのは当初の法律行為をした時ということです。法律行為すると、でその時に取り消し権発生したということで取り消し権行使すると、意思効果としてはこれより後に、無効になるはずなんだけれども、121条の法定効果で最初当初の法律行為の時に遡って無効になるんだという、これが121条の法定効果だと、こういうことになるわけですね。したがって、ここ法律行為した時から取り消し権行使するまでは当初有効だったのにその後無効だと評価されちゃうから、第三者の保護との間で利害調査を図る必要があるなんていうのが、これが、詐欺取り消しと、取り消し前の第三者の議論でしたね。すでに学習しております。で、このように、これ訴求的無効とになるんだとという、これをちょっと、注意するようにしておいてください。それからもう一つ、2020年4月1日に改正された法律の下では、不当利得の原則になる、給付不当利得の原則となる、10円の条文がですね、規定されているんです。ここでは、121条の2の1個だけ見てみましょう。無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を現状に服させる義務を負うということで、現状回復義務を負うという旨を規定しております。これどういうことかというと、当初が無効でもいいし、取り消し権行使した結果無効でもいいけども、もし例えば、このおにぎりの売買契約で100円渡していたとするならば、それを受け取っていたとするならば、それ100円返さないといけない。おにぎりを受け取っていたとするならば、そのおにぎりを返さないといけないという、この給付不当利得のですね、一般原則を規定しているということは、これは従来当たり前のことだと考えられていたんですけども、条文上の根拠はないので、ちょっとちゃんと条文を置いた方がいいという話になって、これ規定しております。